あえいかはオラに輝く。皆さんどうもピーマンドです。今回の実況から夏の甲子園大会の戦いが幕を開けます。よい、ピーマン高校今大会初出場ということになるんですが、どこまでいけるか。いやいや、どこまでって優勝まででしょう。出る以上はやはり優勝を目指す。それはどのチームも同じだと思いますので、ピーマン高校も優勝だけを目指しこれから戦っていきますのでね、期待してみてくれ。まず初戦に戦うチームは山形県の前評判 A のチームになりますね。めちゃくちゃ強い。まあでもそんなめちゃくちゃ強い奴らがこの舞台に集まってるわけですから、もう山形だけじゃないです。いろんなチームが前評判 A の最強チームだと思った方がいいでしょう。それを破り勝つのは俺だ俺だ俺だ。大会臨んでいきましょう。監督おはようございます。甲子園大会への出場のため出発します。さあさあ早く早く甲子園へ移動。この舞台に立つのは当然初めてですからね。夏も春もね、それ含めて。大会期間中は甲子園で練習することになる。ってことは練習効率とかが結構上がったりするのかな。だとしたら最後までいた方がお得ですよね。まあ入れればいいんですけど、負けたらもうそこですぐ帰ることになる。いるよ、ずっと居座るよ。負けてもなお居座ってやろうかなっていうつもりでいますからね。さきました初戦の戦い、強豪揃いでどこも手が弱いですが必ず勝ちましょう。そうだよ、俺たちも強いからね。今日の注目選手、おー、ダルビッシュがいますね。ならばダルビッシュに注目するのは何にも間違いではこれ決してないでしょうね。はい、君に決めた、お前あってここに来れたんだからね。またダルビッシュはここまで夏の県大会で1失点もしてないですからね。完璧に抑えてきてるので、そのダルビッシュがいるのであれば不安なんてないなんて言ってたら、そのダルビッシュ君自体不調じゃないですか。なんなのそれ。コンディションを合わせろや。何してんねやお前。いや、これが普通なら別に心配はないんだけど、不調ってなったらダルビッシュの本来の能力が発揮されずに、また強いチームとの対決だからね。ダルビッシュは前評判 A のチームに投げるのはこれで3度目になるんですけど、過去2回どっちともボコられてますからね。ということを考えれば、この調子のダルビッシュあかんやんって言いたいけど、他にいねえんだよ。ダルビッシュワンマンでやってきたチームだから、だから最後までダルビッシュワンマンで行くの。打線に関してもね、調子の悪い選手がいますけども、変えることはなく、また相手も強力でしょうね。先発からして調子いいし、また天性プロももしかしたらこの甲子園の舞台でね、相手チームにいたりする可能性もありますから、まあ、そこも注目ですね。規定イニングが9回まで、延長は15回まで、タイブレイクは13回から、コールドはないからね。うん、まあ、だから全力で戦いましょう。ちょっとダルビッシュの調子は気になるけどもね。まあ、調子悪くても、やっぱり最強投手、何かしらの結果を残してくれるでしょうね。おい、甲子園球場やってきた。この舞台に立つため10年間以上プレーしてきたが、11年目11回目の夏にして立つことができたが、ここで泣くんじゃないんだぞ。いい涙を流しましょう。悪い涙はいらない。相手の戦力は総合戦力の A ランクですね。うわー、初回からランナー招くか。まあそりゃそうだわな。まあ、県大会ではもうランナーすらも招いてなかったダルビッシュですけども、この甲子園大会では常にランナーがいると考えた方がいいですよ。ダルビッシュレベルでもね。まあ、でも2アウトという状況なので、ここはもうあと1つ取れば終わるからね。物事はシンプルにダルビッシュらしく、まあ、簡単にアウトを奪ってほしいですけどね。初回から点をやるような真似をしたらちょっと厳しい。やっぱマウントは取られたくないよ。よし、ショートゴロで、ランナーは1人出したが、その後抑える。まあでもこれからですね、試合は始まったばっか。いきなりね、こっちが相手を捉えてくれたら助かるんですけどね。うわー、ノーアウトランナー1塁、マジかよ。ちょっと待って、相手の能力っていうのを確認してなかったか。もしかしたら天性プロがいるかもしれない。先発ナックルボーラー、ステータスは515、たっけーなお前。そんなナックルボーラーを攻略しないと無理なんだね。その他ね、中継ぎからしてもこれもナックルボーラーですからね。やばいな。でこれ、うわー、ステータス612いるよ。ただ絶不調、こっち先発だった方が怖かったけどもね。で野手に関しても強力なやつがいっぱいいて、まず投手が一番ですから、能力も高いですから納得だね。二刀流じゃねえかよ。高校野球珍しくはないけどね。あ、でもみんなもう当然ですけどね、全ての能力がほぼ C 以上って感じだね。弱点が何一つとしてない感じ。それを抑えるんだね。抑えないと勝てない。いきなりノーアウトで来たわけだから。ここはね、シンプルにゲッツーなんて取れたらいいけど、そんな物事シンプルにいかないから。初球ストライクから期待してるけどね。三振もよ、入らせんだからね。ここくらい楽にいかないと今日の試合は本当に常にピンチだ。
ストレートは外れても、追い込んだのであればもう一球簡単に。第4球も1塁ランナー出た。盗塁 はよっしゃー、アウトー、強肩発揮だね。甲斐キャノンまでとはいかないけども、ただその後ランナー出てまだピンチ。せっかく盗塁阻止したの、次のバッターに出塁したら意味ないやんけ。今日は張り切り選手にダルビッシュを任したわけですからね。だからランナーいるシチュエーションでは全部プレーすることになるんで、なるべくピンチは作ってほしくないよ。投球はこれから3球目。尻上がりをね、ダルビッシュは特殊能力につけてたはずなので、これ回は大ごとによくなっていくんで、序盤は捕まってもその後はゼロでいくってこともあるでしょう。次は5球目、投げた。ストレート、もうちょっとフォアボールもあかんよ。ダルビッシュ第6球を投げた。当てて、よしよしよし、内野安打もあかんよ、すぐ投げろ。何をしているこの舞台で、天性プロの小島。同じ転生でもお前は足を引っ張る転生なのか。ショートで守っている小島にエラーが生まれたね。いや、この甲子園の舞台何が起こるか分かんないからさ。いや、しかしだね、この舞台でそれはねえだろお前。いきなりダルビッシュの足引っ張んなよ。まさかの転生が先般になって終わる可能性もありますよこれ。まさかでもなんでもないけどね。誰が先輩になってもヒーローになってもおかしくない。それが甲子園だよ。あの人が、あいつが、まさかのね、みたいなね。ダルビッシュがなるかもしれない。まあ、とにかくこのピンチをダルビッシュは耐えてほしいけどね。味方のエラーはあったけどね。打球は伸びて、いや、取れる範囲だ、はい、しかしランナー進塁。まあ、こういうとこはやっぱ走塁意識高いですね、強いチームはね。軽く進塁だ、来てくる。で、1年生の小出君、1年でお前この能力で甲子園に出てんのか。未来あるが、しかしだな、3年のダルビッシュが1年の坊主に打たれるわけねえだろ。実力の違いを見せつけてやる。1球目空振りから見送ってストライク。山形でこのレベルだからね。大阪とかどうなの、全員オールエースとかねえよな。わっ、1年生に、いやー、取れる範囲でよかった。あ、ギリのピッチングですね。あ、いきなりエラーは生まれましたが、そのエラーをね、帳消しにするダルビッシュのピッチングがありましたわ。はい、3回も、次はランナー2塁、ピンチっす。ここまで全部ランナー許してるっす。もうこれ、なんなの、回の頭絶対ランナーとして出てないかい。かなり窮屈なね、ピッチングになってますけどもね。ただダルビッシュには抑えてくれることを任すしかない。落とすなよ、落とすなよ。はい、またランナーは3塁に進塁。今ゼロですけど、内容だけでは完全に相手が圧倒してるって感じですからね。ダルビッシュ、さてこれだよ。きついっす、でも耐えてくれっす。1点やったらそのまま負ける可能性もあるけど、いいよ、ここから臭いところ、臭いとこだぞ。悪臭漂うとこ投げろ。いいね、そういうとこ、そういうとこ、ギリギリのとこだ。バットの先は正面、先でもね、進化、オッケー。あぶねー、3回終えてのこのピンチの数、もう疲れたっす、やめたいっすって感じだけどね。勝ってやめたいっす、またランナー出てるっす。もうギリギリの中、今何度か結果としてゼロで抑えてるってだけだからね。一つ崩れたら全部崩壊する、あのなんていうの、ジェンガのようにね。盗塁は、甲斐キャノンは、よーし、アウト、いいね。キャッチャーの肩が光るぞ。やるキャッチャーも強く作ってますからね。やっぱキャッチャー大切やな、こういう舞台立ってみるとね。投手よりもキャッチャーだ、そもそもキャッチャーがクソやとね、その投げる投手も安心して投げられないからさ、このキャッチャーがいるからここまでゼロだよ。5回もピンチ、ここはね、打たせて取れる、いいな。ストライクゾーンに投げなさい。ゲッツ、なんで取れないの。なん、前進してたってこと、普通に取れる。ボールが大きく跳ねたってことかな。ちょっとようわからん、何したってちょっとようわからんけどね。アウト取ってほしかったけどね、取れるはずでしたから。結果はアウト、ランナー1塁2塁。第2球おつけた、ファールだよね、危ない。ここから切り替えて臭いとこ行くわ。よし、臭いとこ打たして、サードアウトしてファースト、よっしゃー、ナイス、よくやってる。ギリギリのとこでずっと耐えてる。しかしすでにエラーは2個だからね、こっちちょっとまずいな。ヒットも出てるんだが得点には繋がってない。
うおーでその後一気に7回まで流れた。お前怖えよ、やめろその急なパターン。ずっとお前一回一回プレイしてやってきたやんけ。何事かと思ったぞ。ねこのチャンスで何をする。調子のいい小島、いやセーフティーバントありですね。ちょっとそういう小技も仕掛けていこう。いこう、仕掛けてサードへ転がし、まあランナーは死んで結果送りバントにはなったけどね。ほんでチャンスでダルビッシュ、いや代打はないですよ。ダルビッシュ引き続き投げてもらいます。バッターとしても魅力的でホームラン2本打って、それ全部グランドスラムですからね。だからここはもうダルビッシュ自身にお任せだ。任した結果ダルビッシュがグランドスラム打ってくれてるんでね、こっちから指示出すことは基本ないですよ。自身のバッティングで勝たせるっていうのもかっこいいぞお前、甲子園のスターや。ストライク、アウトコース厳しいところ。頼む。第4球を投げました。インロー際どい球、ボール。次が5球目、投げた。外れた。うっ、いいよ、フルカウント。繋げるもよし。第6球を投げた。フォアボールでランナーは1、2塁。で、角田、津田か。このキャッチャーはね打ち気なんですけども、ここで発動されたのはラッキーボーイですね。ただ初使いましょう。ローボールヒッターがついたのか、まあいらないことはないですけどね。ミート対応もいらんかな、お任せにしておいて。まあ引っ張りでアイコン数字が高いからね。一球打ちにいって終わるんかい。エラーはないか。送球はそれて、送球はそれて、そのままそのまま、よーし先生、こういう形でね、ピッチャーの送球ミス。お前藤浪かよ、えらくそれだな。よっしゃ、こういう奇跡がある。そして甲子園の魔物ここに暴る。恐ろしいことになるかもしれんぜ。あんちゃん使う、使います。今この流れだからね、押せ押せの流れで使わないとどうするんだよ。積極打法かつ、まあ流し打ちでも何でもいいや。バットに当てなさい。まず当てれば何か起こるよ。今の状況、相手の捕球とエラーがついたからね。いや当てろよ。確か当てるのが困難な相手ではあるけども、1点で終わんじゃねえ。投げました。もう2点3点で取るイニングだよ。せめてこのランナー全部返す。次は4球目、投げました。打った。これはポロった。そして送球はそれだい。もう魔物使うも取れたの1点のみ。しかしここで先制ですからね。うわ、2アウトランナー1塁。いや大丈夫、2アウトだ、2アウトだ。ちょっとダルビッシュのスタミナ的にも厳しくなってきてるんで、ここはスタミナをものすごく上げましょう。で、伝令はラスト9回に残しておきたいんでね、あと2回しか使えないんで、ここで使うのはあともうこの伝令のみですね。1つアウト取るだけ。いやまあでもそれ気をつけてね、あと1つから何かあるよ。野球って不思議と、よし、これで追い込みました。不思議なことがたくさん起こるスポーツですから。臭いとこ臭いとこ。第3球を投げました。三振、あと1イニングの前にまだチャンスは来る。3番から始まるところだ。作るよ強引にでも。来なかった、最終回来ちゃった。さあダルビッシュですね。まず伝令で何をするかというと、1イニングの調子をアップさせる。まあ今日は調子不調で迎えたダルビッシュですが、これによって上がるはずですからね。まあ普通で、もう一つスタミナをねすごく上げとくわ。最後の伝令を送ります。これがもう最後ですからね。これ言っても守り勝つよ。あ、後のイニングのことなんて考えてないから、もう最後ダルビッシュで抑えるだけですね。熱血は1打席球速アップするから、これはちょっともしもの時のように残しておきましょう。4番バッターがね回の頭ですからね、ちょっといきなり使うもよしなが、まあまあここはね、投げました、打ちました。ダルビッシュらしく、もうとにかくいろいろと変化球も球速もコントロールもあるピッチャーですから、いろいろ駆使してなんとかね、セカンドゴロで一つ。ちょっと待って、守備の確認しておこうかな。もしかしたらなんか途中で変わってっていうパターンはないよな。まあ見る限りなさそうなので、あんまそこは心配ないですね。勝手に変えられてのパターンが怖いですからね。でまあ低め中心で、はい、これも1球打たして、2アウト、甲子園初勝利まであと1つ。行くよ、やるよ。ここで熱血ですね。元気だ、元気があるからいつも以上の球速になる。164キロ、おいおい、日本最高球速まであと1じゃないか。159、まあでもスタミナ的な問題もあるからね、なかなかマックス164になったとしても出ないとは思う。ツーシームはもう、ツーシームでも159キロ出てるからね、頭おかしいぞお前。
マジキチなことやっとるけどね。ちょっと待って、低め中心切り替える。いやもうこれは打たせて取れ十分だよ。ストライクゾーン投げるだ。今週のストレート空振り、一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上はダルビッシュ。当てて落ちんなよ。うわここから何かが始まるということはないとは思うんですけどもね。いやただしかし甲子園の舞台だ。こんなラッキーとか何かが始まる可能性もある。ここはねちょっと待てよ。守備に関してはまあ定位置にしておいて、ダルビッシュがあと一つ取ればいいんだ。シンプルにいこう。はい、ショートゴロでファースト取ってゲームセット。甲子園初出場でまずは初戦山形の高校も破り、先に進んだのは俺だ。勝ったと言っていいのかしら。甲子園の土集めてますね。敗北者は土を集めろ。あーで効果も流れるんだ。いいですね。これで栄冠ナインシリーズ2度目ですよ。通算効果が流れるのはね、甲子園の舞台は初ですから。鳴り響いて我が力、勝利完全勝利、 I love we love number one。 ちょっと後ろの観客がしらけてるような気がするけど、まあそこはいいでしょう。いやいいね、このバックから見る絵最高すぎる。神は大げさすぎだろお前。出たピーマン連続、すごい怖いわ。すごい目で見られてると思うよ。触れちゃダメなね、チームだわ的なピーマン連呼だからね。なんかそういうグループなのかなと思われても仕方がないよ。実況担当はどうまい。まあほっとしてるのと同時に勝ったのは初戦のみですからね。結局次負ければ意味がないわけですから、次のことも俺は見据えてる。これはこれ、次は次。またこの大会を経験したことによって皆の能力がね一段と上がりましたから、いやいいですね。だから次勝てばもっともっと能力が上がり、もっともっと強くなれるわけですから、今後の未来のためにもかなり生きてくるのかな。今だけじゃなくてね。これもう2回攻める相手はもうすでに決まってんのかな。次はどこになるのか。いや強いでしょ。まだ決まってないですね、まあ、とりあえず、進めていけば決まるでしょう。あ、校長先生が贈り物、何癒し系 CD 交換券。まあ、とにかくメンタル的な部分を癒せとのことでございますね。校長先生からの指令だ。なら、あの癒し系の CD 使わせてもらうよ。一番喜んでるのは校長先生ですからね。このチームのためにいろんな県に移転し、そして年代までも変えて、それでもついてきてくれたんだからね。どうなってんねん、校長先生は。一回くらいちゃんと出てきてくれたら面白いんですけどね。ただ一回もまだ出てきてないですから、どういう人なのか気になるわ。男なのか女なのか。ああ、そして決まりましたね。2回戦目。やはり前評判への強いチーム。また、どの県なのかっていうのはちょっとここから見ていこうかな。トーナメント表で見ていくと、愛知か。愛知といえばそこそこに強くないかい。愛工名電とかね。まあ、イチローが生まれた地ですからね。イチローのような選手がもしかしたらいるのかもしれない。まあでもやっぱそんな強いチームを破るしかないでしょう。ちなみに愛知は山口県のね高校と戦って10対8の乱打戦を制してのこれだからね。うちは1対0、相手は10対8、なんかいろいろ対照的だな。てか甲子園全体に見ていくとやはりそもそも全部が乱打戦だわな。うちのように勝ったチーム一つもないじゃないですか。だからねちょっと対照的なチームとのぶつかり合いになるんですけども、次回の動画ではこの愛知のチームと戦っていきたいと思います。どうなるかは次回お楽しみに。俺もドキドキワクワクしてるからね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググ、バイバターボン。